東京 YouTube 整体の平野です。日本でここだけでしかやっていない整体をしています。20年間整体をやってきてですね、まあ、昔のやり方ではですね、根本的な解決にはならないということに気がつきました。これは脳からのですね、過度な防御システムが働いているということが大きな原因になります。これを解除することが先になって、そしてそうすればですね、昔の整体もね、ある程度効いてくる、そんなことを発見して、まあ、世に広めたいなというふうに思っている整体師です。今回はですね、まあ、鞭打ちという問題ですね。なかなか、事故した後にね、鞭打ちをやるとですね、なかなか後遺症が、取れない、そんな感じの中で、一つはですね、事故をした時にですね、まあ、首の、まあ、一個一個の、つなぎ目にですね、やっぱ靭帯っていうのがあるわけですね。まあ、よく、有名なのは膝の靭帯ですけども、全ての関節には靭帯といって、関節が動きすぎないように、止めているものがあるんですね。その靭帯がですね、その事故を起こした時にですね、脳のシステムエラーとして、指令のエラーとして緩んでしまったまま、それをキープしてしまう、そういう現象があります。で、その現象が、起こるとですね、その脳からの指令を変えない限り一生それが続いてしまいます。で、その靭帯がネジが緩んでしまうわけだから、その、周りを、緊張させて硬くさせて守るという、また別の脳からの、回路が、出来上がってしまいます。ですから、やることは、一つ、そのネジを締めてあげること、靭帯、の緩みを、解消してあげる。それは力ずくではできないんですね。脳からの指令を変えてあげる、そういったことができる、まあ、日本でこれは唯一かどうか、そこは唯一かどうか分かんないんだけども、そういった部分、そして、まあ、椎突の場合は特にですね、こうハンドルを指でグッて握る、このグッて握る、この、まあ、トラウマ的な緊張、こういったものも、取ってあげないと、この緊張が、残っていると、グッてやってみてください。喉にすごい力が入りませんか？ね。ですから、この緊張も、取る必要があります。もちろんここにも靭帯があります。そして、指をね、皆さん相当強く、使っているので、もともと緊張しているところに、よりまた強い緊張が入って、そしてそれが、脳や首に、強い緊張を与え続ける、そういったことでですね、首だけ治しても、なかなかね、ムチムチの場合は、治らないというふうに思っています。まあ、首もですね、後ろ側だけじゃなくて、この喉の問題もね、当然首は喉もあるんで、こっちの問題というのはなかなか普通の整体では、変えられない、と思うんですけども、これもですね、今、当院ではね、簡単に変えることが、できるようになりました。ぜひね、興味のある方、長い間苦しんでいる方、愛知県蒲郡市でやっていますけども、東京都目黒区、大阪市南森町で、月1回ね、出張整体をしています。興味のある方はよろしくお願いいたします。